皆さん、こんにちは。本日は、自戒行という言葉をご紹介します。この言葉は、金剛禅の修行法の一つです。文字通り、戒めとなるものを自らの心に持つということです。以前、反省行というお話をさせていただきました。この反省行というのは、どちらかというと、過去の自分の行為に対する点検です。一方で自戒行というのは、これから未来の自分の行為に対する戒めということになります。仏教では五戒といって5つの戒めというものが有名です。まず1つ目は不殺生、殺さない。2つ目は不中盗、盗まない。3つ目は不邪淫、不倫をしない。4つ目は、不妄語、嘘をつかない。最後、5つ目は、不音樹、お酒を飲まない。この5つなんですけれども、もしかしたらこの5つも守ることが難しいのが人間なのかもしれません。なぜかと言いますと、自分の心にはやはり欲というものがあるからです。欲というものは、もっと現状に満足せず、もっとこういうことがしたい、あれが欲しい、これが欲しいというように貪る感情のことです。一方でこの欲というのは全く否定するものでもなくして、ある意味生きる原動力にもなります。ですので大切なことは、この欲というものが度が過ぎてコントロール不能になってしまわないこと。コントロール不能になってしまうと大怪我や大事故を起こしかねないのです。私はこの自戒という時に一つのキーワードとして持っているのは、不誠実でないことであります。それは自分に対しても、あるいは人に対しても不誠実なところがないかどうか。もし不誠実なところがあると、やはり自分の心が痛みますし、相手に対して、申し訳なかったなと思うことがやはりあります。ですので、自分に対しても人に対しても、誠実であること、これを自分の戒めとしております。最後に、私たちは鎮魂行において、制服の2番目、自ら悪をなさば自ら汚れ、自ら悪をなすざれば自らが清し、清きも清からざるも自らのことなり、他の者によりて清むることを得ずというふうに昭和しています。この通り、自ら、悪をなさないということが非常に大事なわけです。ぜひ、私たち一人一人それぞれの戒めとなるものを自分の胸に持って、日々行動してまいりましょう。ありがとうございました。